まず行動に起こすでそれをやり続けるいうことです、ね、もう何らかのもう新しいことをやるときには障害があるし、えー、まあうまくいかない理由を挙げればいくらでもあるんですけどまずやってみるで最初はたくさん失敗をしますけれどもその失敗はもう起こることは当たり前だと思ってやり続けないともの、えー、は起こってこないそれを気を気けてますイノベーションを起こすために日々心がけているのは要するに チームでやっぱりイノベーションを起こすべきだと思っていて多様性のあるチームをどうやって作るかで一見、あさっての考え方だったり全然あの違った間違ったような考え方の人もそのチームに入れてその一見間違っているような考え方の中に常識では、まあ、非常識だと思うようなことが次のイノベーションにつながることがあるのでそれを歯を食いしばってそういう人たちの意見を絶えず聞くようにしてそれをバカにしないで、まあ、むしろそれをエンカレッジしてそういう意見を引き出すことを努力してイノベーションを起こそうとしています。